皆さんこんにちは、リュウです。ハイエースを購入してバンライフを始めるために DIY を開始しました。今回は第1弾として断熱だったり、内張りの剥がしだったり、床張りかな、それぐらいまでは今回の動画で紹介しているので、ぜひ最後までご覧になっていってください。今後もハイエースの DIY だったりバンライフの、旅の様子だったりを動画として残していきたいなと思っておりますので、チャンネル登録、グッドボタン、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。それではどうぞ。はい、ではまず内張りを剥がすというところからやっていってます。本当はハイエースの全景も撮って、施工前のものもお見せしたかったんですけど、撮るのを完全に忘れてもう早速スタートしてしまいました。もうね、早くやりたくてワクワクしちゃってて、納車して次の日にはもうこんな感じでガンガン剥がし始めてました。天井の、ピンで止まってるんですけど、その取り方がね分からなくて結構試行錯誤しました。今これはその仕組みを見てるんですけど、でやっと理解してこれ取れるんだと。この真ん中に押し込むとピンが外れる。押し込まないと外れないんですよ。これを理解するのにもう結構時間かかりました。でフロント部分ですね。フロント部分はさっきみたいなこっちのついたピンではなくて、引っ張れば取れるタイプのものでした。で、あとはドライバーでパーツを取っていくという感じです。そしてこの精神剤貼っていきます。ハサミでこれやってますけど、絶対カッターの方がいいので、カッターで皆さんやってください。僕も途中で気づいてカッターでやってます。で、切った精神剤を買っていくんですけど、1箱かな買ったんですけど全然足りなくて、2つは必要ですね。なので最初から、Amazon で購入できるのでリンクは貼ってあります。見てみてください。で、最初は足りなかったんですけど、すぐどんどん進めたかったので、一旦後ろの方は諦めてフロントだけ終わらせるっていう感じで変えてますけど、効果はあると思います。貼らないに越したことはないかなという感じはしますね。で、この上にアルミシート貼っていきます。スプレーのりを使って貼ってるんですけど、これは本当におすすめでしたね。なんか両面テープとかで使うよりは断然効率がよく貼っていけるので、めちゃめちゃ便利です。普通のホームセンターで売ってます。で、これが断熱材ですね。パーフェクトバリアって皆さんよく使っているものなんですけど、もうグラスウールよりやっぱはるかに扱いやすいのでおすすめですね。これは一番小さい量というか一つ買ったんですけど、ものすごい量届いて、結構余ってますね。他に使い道があるならいいのかなと。感じで天井が終了ですね。で、床のマット剥がして床張りをスタートしています。
床はスタイロフォームを断熱材として使ってます。25ミリのものを使っていて、下地のたるきをこう入れながらその間にスタイロを入れていくって感じで、その上にコンパネを貼っていく、そしてフロアマットを貼るっていうような形でやってます。コンパネは 5.5 ミリのものを使ってます。まあ、いずれにしても薄いものをできるだけ使いたいなと思っていたので、まあ、この 5.5 ミリと、まあ、スタイロも25ミリで、まあ、割と薄いものを使ってやりました。やっぱできるだけ、ね、高さを作りたいので、床は低く天井は高く取れるようにできるだけ薄いものを使っています。最初はあの車のマットを型にして切っていくんですけど、結局ねなかなかビタビタに合わないので、微調整しながら何度も何度も切って合わせてを繰り返してやってます。こんな感じです。今これからビスを止めていきます。でフロアマットですね、これも元のあったマットを型にフロアマットカッターで切っていきます。これがもう難しいというかいろいろ失敗がありまして、これフロアマットを逆にして型取ってるじゃないですか、まあ、この後それに気づくんですけど、フロアマットは楽天で購入したものですね。ここでね気づくんですよ。待って逆やん、穴開ける位置これ逆だった、繰り返しだから。おっ確かにそうやん。わあというまあ大失敗をしたんですけど、まあ、サイドがちょっと足りなかったりしてるだけで済んだので、このまま進めちゃってます。スプレーのりでこれも貼ってるんですけど、全然問題はないかなと思ってます。結構質感も良くてグッと雰囲気が出ていい感じですね。今回はここまでになります。次回からもゴリゴリ DIY をしている様子撮っていくので、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。隠せないですかね。隠れるけどね。